はい、どうも、うみです。本日はドキドキリテラチャークラブというゲームを実況していこうと思います。このゲームついに手を出す時が来ました。なんかずっと前から気になってて、あとリクエストで、このゲームを紹介されてたんですけど、やっとこのゲームをやることになりました。いや、めちゃめちゃ楽しみ。なんかめっちゃ可愛いじゃないですか、この絵柄とか、もう女の子とか。だけどこれホラーゲームらしいんですよ。いや、どういうことって、いろんなレビュー見てもこれはやってからじゃないと、怖さわからないとか、なんかやるまでネタバレは絶対にもうしないみたいな感じの人が多くて、もうすごい期待してます。ではやっていきましょう。この中だと私この子がちょっと一番気になるかな。可愛いこのリボンちゃん。ではやっていきます。ニューゲーム、はい。お、あなたの名前を入力してください。はいはい、これ主人公男なの？男なのだとしたら海男でいきましょう。はい、男なんでね。なんせ、だってそういうことだよね。もしかして女かな。おはよう。誰？遠くから鬱陶しい女の子が宙に手を振りながら周囲の目を全く気にしない様子でこちらに走ってくる。はい、あの子はさよりといって近所に住んでいる幼馴染だ。今友達にしたいとはとても思わないだろうが、それでもうまくいっているのは幼馴染だからなのか。特別ですね、幼馴染。欲しいな、幼馴染。こんな日にはよく一緒に登校していたが、高校生になってから彼女の寝坊が多くなり、俺は待つのがだるくなってきた。あ、やっぱ俺だから男だね。よかった、名前を海男で。女だったらどうしようって思った。こんな風に追いかけてくるならもういっそのこと逃げてしまおうかと思う。でも俺はやれやれと横断歩道の前でさよりを待った。あ、この子なんだ、さよりちゃん。かわいい。さよりちゃんがメインヒロインみたいな感じなのかな。また寝坊しちゃった。でも今度は追いついたからね。そりゃ俺が立ち止まってお前を待ったからだろ。まるで私を無視するつもりだったような言い方じゃん。かわいい。待って、これちょっと消せる。かわい、上、くびれ、ほ、細、ウエスト細くない？細。何それ、片腕で掴めるよ、その腰。うわ、くびれ。かわいい。何そのスタイル。スタイルまでいて、反則だからね。海男の意地悪。そりゃ、へんてこなお前を見た周りの人に、俺たちがカップルかなんかだとは思われたくないし。嘘つけ、まんざらでもねくせに、海男って名前なんだから、さよりちゃん大事にしなさい。はいはい。でも結局私を待っててくれたんでしょ。意地悪したくてもできないんだね。なんとでも言っとけ、さより。あー、もうこれくっつくじゃん。くっつくとかじゃない。どういうホラーになるのこれが。俺たちは道路を渡り学校へ歩みを進める。学校に近づくと通学路には他の生徒の姿が徐々に増えていく。ところでさ、海男、まだ入る部活は決めてないの？部活？マジで部活には興味ないって前から言っていたはずだが。それに探してもいないよ。そんな。あ、文芸リテラチャークラブだが文芸部。今年は部活入るって言ってたじゃん。言ったか。いつものように彼女の話に合わせて適当に返事をしていた時にでも言ってしまった可能性は十分にある。暇な時間は大抵アニメかゲームをやって平穏な生活が送れればもうそれで満足なのに、彼女はそれを心配しすぎる節がある。幼馴染だからか。ああ、もう世話焼き幼馴染。でも見た目さ、結構ロリっていうか、大人っぽい感じじゃないのに世話焼きさんっていうギャップがね、いいですね。やっぱ好きだわ、さよりちゃん。私は海男が大学に行く前に社会性もスキルも身につかないんじゃないかって心配だって言ってるの。海男の幸せは私にとっても大事なんだから。もうそれ告白したもどうせ。いや、それ家族としてっていう意味なのか。はいはい。今は楽しくやっているみたいだけど、数年後世間に馴染めずニートになっている姿を想像するだけで私は死んじゃいそう。もうニートになる心配されてるってだいぶやばいね。海男、どんな生活を送ってはそんな風に思われるの？ちゃんと言うこと聞いてくれる？あ、かわいい。何その顔、すんげえかわいい。こうさ、ヒストリーってやつ何？はい、ログね。はいはいはい。ちょっとセーブしとこう、なんとなく。はい。ね、セーブして戻る。はい。私を心配させないでよ。わかったわかった。そんなに言うなら、いくつか部活を見てみるよ。約束はできないけどな。少しは努力するって約束してくれる？
まあそれくらいなら。やった、かわいい。こんな笑顔見れたらもういいじゃん、海男。頑張ろう。どうして俺はこんなのんきなやつに説教されることを許しているんだ。それどころかこうやって従ってしまうことに驚きだ。俺のことを過剰に心配している様子を見ていると少しくらいは安心させてやりたくなるのだろう。ちょっと脳内のことを大げさに捉える癖があっても。いい関係じゃん。普段通りの学校生活はいつの間にか終わっていた。めっちゃ綺麗な学校。荷物をまとめた後、自分の中のやる気を探自分の中のやる気、あ、やる気スイッチのことかを探して壁をぼんやりと眺める。部活か。さよりは俺にいくつか見学してほしいようだった。とりあえずアニメ研究会から始めてみるしかないかな。やっほー。さより、俺がぼんやりしている間にさよりが教室に入ってきたようだ。別クラかな。俺は周りを見て教室で残った最後の一人だということに気づいた。おお、放課後の二人きりというのは何かあるよ。教室から出るところで声をかけようと思ってたけど、座ってぼーっとしていたから入ってきちゃった。正直たまに私よりもだらけてるよね、感心。そのだらけてるんだ、さよりちゃん可愛いね。そういうとこも。部活に遅れそうなら待たなくてもいいよ。ちょっとした励ましが必要かなと思って。それに、あ、何何何何何、その可愛らしい顔は何何ですか。それに私の部に来てもいいんだよ。あ、招待してくれてる。お前な、もしかしてあの4人の中に男1人入るというハーレムですか。ん、俺がそこに行くはずがないだろ。ケチ。さよりは文芸部の副部長をやっている。文学に関心を持っていただなどかつて気づいたこともない。実際部の新設の手伝いをするのが楽しそうだからというだけで参加したのだと 99% 確信している。あ、でもね、部の新設っていうのはすごいいいよね、うん、なんか自分たちで作り上げるんだって感じが盛り上がる。部を提案した人の初めての賛同者だったから副部長の座に就いたみたいだ。とはいえ文学になんて彼女より興味ないこと、こうないこと受け合いだ。そうか、じゃあアニメ部に行って、アニメ部に行ってくる。楽しそう。お願いだから来てくれない。どうしてそこまで必死なんだよ。あー、かわいい。それはかわいい、その顔。だって昨日みんなに新入部員連れてくるって言っちゃったし。もう先に何も考えずに行動するタイプだよね、この子。いいね。それに夏希ちゃんがカップケーキとかいろいろ作ってきてるし。誰だ夏希ちゃん。えへへ。守れない約束なんてするなよ。さよりが本当にアホの子なのか、それとも全部計算づくなのかをわからない。いやー、これ計算でももう可愛いからいいよ。俺は大きくため息ついた。わかった、カップケーキに免じて寄るとするよ。やった、よし行こう。マジでさ、 BGM といい、このなんか可愛いらしいこの文字の吹き出しというかといいさ、全然ホラー感ないよ今んとこ。というわけで今日は俺がカップケーキに魂を売った日だと記録されるだろう。やれやれと思いながらさよりの後について校舎を渡り階段を登っていく。着いたのは学校の中でも普段は3年生の授業や活動で使用され、自分はめったに行くことがない場所だった。さよりは元気いっぱいに勢いよく教室のドアを開けた。おなんか新キャラ来そうだね。みんな新入部員が来たよ。おい、俺は新入部員って呼ぶな。教室を一目見回した。いいね、そのおっぱいのとこの髪の毛どうなってんの。髪の毛巻きついてるよ。ようこそ文芸部へ、お会いできて嬉しいです。さよりちゃんからあなたのことはよく聞いています。正気？男子連れてきたわけ？雰囲気ぶち壊しじゃない。いいね、女子 B かわいい。この子ツンデレか。髪の毛いいね、なんか独特でかわいい。清楚。ポニーテ。かわいい、かわいい。白いリボンっていうのかわいいね、すごい。知り合い？海尾くん、よく来てくれたわね。ようこそ文芸部へ。かわいい、ポニーテちゃんもかわいい。てかみんなかわいいな。つい言葉を失ってしまった。この部活は最高に可愛い子だらけじゃないか。ハーレムで興奮しちゃってんじゃん。やっぱ男ですね。あんたどこを見てんのよ。言いたいことがあるなら言いなさいよ。ごめん夏希ちゃん。
ふん。なんだか当たりの強い女の強い子の女の子は初めて見る子だ。夏希というらしい。夏希ちゃん、この子がなんか夏希ちゃんがカップケーキって言ってたの。え、この子が作ってくれたの？え、もうツンデレじゃん、最高じゃん。小さい容姿からして1年生だろうか。さよりの話だとカップケーキを作ったのは彼女のようだ。不機嫌な時は放っておいていい。不機嫌な時は放っておいていいよ。さよりはそう俺に耳打ちし、みんなの方へ向き直した。ほっといていいんだ。とにかくこの子がなつきちゃん、いつも元気いっぱいだよ。それでこっちがゆりちゃん、この部で一番の秀才なの。ゆりさんね、ゆり姉様って呼ぶわ。そんな風に言わないでください。あ、かわいい、髪の毛いじってる。巻きつかれてた髪の毛いじってる、かわいい。他の子に比べやや大人っぽく、たまにまた臆病そうな子はゆりというらしい。さよりやなつきのようなタイプと一緒にやっていくのに苦労していそうだ。二人ともよろしく。それと聞いた感じ、モニカとはもう知り合いなの？あ、モニカちゃん、あらかわいい。ええ、また会えて嬉しいわ、海尾くん。何そのポーズ、何そのポーズ、ちょっと詳しく、何そのポーズ、すんげえ可愛いんだけど。モニカは優しく微笑む。俺たちは去年同じクラスだったからお互いのことは知っている。とはいえめったに話さないが。そんな美女にさ、こんな美女に話しかけられてね、もう大歩興奮だよ、海尾くん、海男くん。モニカは容姿端麗、文武両道、おそらくクラスで一番人気だった。いや、そりゃそうだわな、これは人気になる。で、清楚で優しい感じでしょ、モテるわ。要するに高嶺の花、高嶺の花って言葉が似合う。だから彼女に微笑まれて、なんというか、詳しくぞ。やばい、海男が肝を高してる。こっちに座って、海男、スペース作ったから私かモニカちゃんの隣が空いてるよ。カップケーキ持ってくるね。ちょっと、私が作ったんだから私が持ってくるわよ。ごめんごめん、ちょっと楽しみすぎて。それでは私はお茶を入れますね。なんかいいね、4人とも別キャラというか、なんか個性があって。机が並べられて作られたテーブルがある。さよりの言った通り、モニカとさよりの隣が一つずつ空いている。夏希とゆりは教室の隅に向かった。夏希はホイルで包まれたトレイを取り、ゆりはクローゼットを開けている。未だに気まずさを感じつつも、俺はさよりの隣の席に座る。夏希はトレイを持って誇らしげにテーブルをやってきた。準備はいいか？かわいい。その無邪気な感じすっごいかわいい。じゃじゃーん。うわー。夏希がアルミホイルをめくると白くてかわいい子猫のようなカップケーキが12個買う。子猫のようなカップケーキ？そんな器用なことできるの？この夏希ちゃん。見た目ね、なんか料理できなさそうキャラみたいな感じにもう見えるけど。いいね。かわいい。すごい、お嫁に欲しい。猫のひげはアイシングで、耳は少量のチョコで作られている。ガチガチじゃん。すっごくかわいい。夏希はお菓子作りが得意だったなんてね。まあね、早く食べてよね。さよりが一つ手に取り、モニカと俺も続いた。おいしい。さよりはカップケーキで口をいっぱいにして話し、顔にアイシングがついてしまっている。あら、誰が取ってあげるの？俺は食べやすい向きを探してカップケーキを回す。夏希は黙りこくっている。俺に対する彼女の無言の視線を気にせずにはいられない。俺が食べるのを待っているのか。ついにカップケーキを口に運ぶ。アイシングは甘く風味豊かで、これ本当に夏希が作ったのか。それなんか失礼じゃない、初対面に対して。これ本当に夏希が作ったのかって。しかももう夏希呼びだからね。この海男モテ男だな。これすごくうまいぞ。ありがとう夏希。何言ってるの？別にどこかで聞いたことあるような。何がどこかで聞いたことある。別にあんたのために作ったわけじゃないし。実際そうなんじゃないのか。さよりもそう言ってたし。そうだよね、新入部員来るって思ってたし。あ、かわいい。まあそうね。でもあくまで新入部員のためで、あんた個人のためじゃないんだからね、バカ。かわいい。わかったわかった。夏希の変な論理には降参して会話を終わらせる。ゆりはティーセットを抱えテーブルに戻ってくる。
彼女は慎重にみんなの前にティーカップを置き、カップケーキのあるトレーの隣にティーポットを置いた。教室にティーセットを置いているのか？大丈夫です。ちゃんと先生方の許可はいただいてますから。それに、温かいお茶があると読書もはかどるでしょ。ああ、そうだな。そんなに怯えなくてもいいわ。ユリはただあなたの関心を引こうとしてるだけよ。え、もうさ、そんなにモテてるの？海男、何した？え、そんなことは、あ、かわいい。ユリさん、あれだね、男慣れしてなくて緊張してるとかそういう設定だったらもう超いいよ。からかわれてユリはそっぽを向く。私はただ、その…わかってるよ。まあ、お茶を飲みながらの読書は馴染みのない習慣だが、お茶は普通に好きだから。よかった。ユリはほっとしたようにかすかに微笑んでいる。モニカは眉を上げ、そして微笑んできた。そういえば、あなたはどうして文芸部に入ろうと思ったの？さよりに詰められたからっていう、あ、カップケーキに釣られたからか、本命は。俺はこの質問が来るのを恐れていた。実はさよりに引きずられてきただなんて言うべきではない気がする。まあ、まだ部活に入ってないし、それにさよりがこの部活ですごく楽しそうにしてるみたいだから。それでいいのよ、恥ずかしがらないで。あなたが居心地がいいって感じられるようにしてみせるから。なんて言え、もう女神、聖女。聖女モニカだ。文芸部の部長として部室を楽しくってワクワクするような場所にするのは私の義務だからね。モニカ。あ、モニカ、驚いたよ。どうして自分の部を立ち上げようと思ったんだ？モニカならどんなメジャーな部でも幹部になれただろうに。去年はディベート部の部長だじゃなかった。え、そんな、それなのに新しい部が作ったの？もう優秀じゃん。なんかめっちゃ先生にね、気に入られてそうだよね、モニカちゃん。まあそうだったんだけど、正直に言うと大きな部の部内政治にもううんざりだったの。ほんほん。予算か宣伝かイベントのことしか話していない気がしてね。そんなことをしているより、自分が好きなものを通して特別な何かを作りたかったの。それで誰かを文学の道に引き込めたら、たなら本望よ。モニカちゃんは最高のリーダーだよ。ユリも同意してうなずいている。いや、最高のリーダーでしょうね。こんな子が先頭に行ってたらもうついていきますよ。おっぱいもましてほしいし。それにしても部員が少ないことに驚いたよ。新しい部活を始めるのは大変だったろうな。そうかもしれないわね。新しいことを始めることに興味がある人が多いわけではないから。文学みたいに興味を惹かれないものだと特にね。みんなに楽しくて価値のあるものだと思わせないといけないわけで。そうなると文化祭のようなイベントはさらに重要になってくるわね。私は卒業するまでにはこの部をみんなでもっと大きくできる自信があるわ。でしょ、みんな。うん、最善を尽くします。当たり前でしょ、この4人ならいけるっしょ。うん、海男がどんな容姿か知らないけど、これで海男もイケメンだったらもう絶対いける。みんながみんな誠意を持って同意する。こんなにも違う女の子たちがみんな一つの目標を目指しているとは。この3人を集めるのにモニカは相当苦労しただろう。だからこんなに新入部員を大いに歓迎しているのだろうか。ただ俺が彼女らと同じレベルで文学に熱を持っているかどうかまだわからない。え、でもさ、あれなんだっけ、さよりちゃんも別そんな文学が好きってわけじゃないんでしょ。あの、海男さんは普段どんな本を読まれるんですか？あ、読んでないです。ごめんなさい、漫画しか読んでないです。ここ数年ほとんど本を読んでいないので、何と答えればいいのか思いつかない。漫画とか。冗談交じりにつぶやく。夏希の頭がピクンと話す。あ、これは夏希ちゃんオタク説。何か言いたげだが黙っている。あまり読書では家ではないのですね。今後の変化の余地はある。俺は何を言っているんだろう。ユリが悲しそうに笑ってたから考えなしに言ってしまった。それよりユリはどんな本を読むんだ？ですね、こんな男なりしてない子に急に下の名前で読んだらダメだって。ユリは指先でティーカップの縁をなぞる。私は重厚で複雑な世界観を持ったファンタジーが好きなんです。その世界観を支える創造性や職人芸の凄さといったら目を見張るものがあるんですよ。そのような異世界で語られる素敵なストーリーもまたとても感動的なんです。ユリは読書についてとても情熱的に語り続けた。
俺が入室した瞬間から控えめでおどおどした様子だった彼女の目が急にパッと明るくなったことから察するに、彼女は人より本の世界に安らぎを見出すのだろう。いいね、そういうものがあって。でもね、他にも様々なものが好きですよ。奥深い心理的要素を含む物語には思わず夢中になってしまいますね。ほうほうほう、心理的要素。作家が読者の想像力を不足を逆手にとって驚かせに来るなんてすごいですよね。ああ、まあそういうのはあるだろうね。漫画でもそういうのあるよね。でも最近よく読んでるのはホラーなんです。なんかちょっとこれが関係してくるわけ？ホラー。ああ、ホラーなら俺も一度読んだことがあるな。俺は低レベルな自分が乗っかれる話題を必死になってつかむ。こんな調子じゃユリは石とでも会話しておいた方がマシだ。本当にユリがホラー好きだなんて意外だわ。こんな穏やかな人がホラーを読むとはね。そうかもしれませんね。でも作品に考えさせられたり異世界に連れて行かれたりすると本当に止まらなくなってしまいます。シュールレアリスムホラー何なんて。少しの間だけかもしれませんが世界の見え方が変わってしまうことだってありますからね。私ホラーは苦手。あら、どうしてですか？まあ、どうしてですか、ゆりちゃん。苦手な子は苦手なんだよ、怖いもん。だって私。夏希の目が一瞬こちらに向けられた。なんでもない。なになになんでこっち見たの？確かに夏希は可愛いことを書くのが好きなものね。そうでしょ？はあ？どうしてそう思うのよ。前の部活の時、夏希が下書きの紙を置き忘れてて。どうやら詩を書いてたみたいね。タイトルは、読み上げないであげて。読むな。それとその紙返して。はいはい。なつきちゃんのカップケーキになつきちゃんの詩。なつきちゃんをやることまで全部可愛いな。さゆりはなつきの後ろにさっと移動してなつきの肩に両手を置いた。可愛くない。可愛い、それが可愛い。なつきって詩を書くのか？まあたまにね。なんか問題ある？いやすごいなって。他の人に見せたりしないのか？いやよ。夏希は目をそらした。そんな気に入られるようなものでもないし。いや、気に入られるかどうか気に入られないかどうかを見てみなきゃわかんない。ああ、まだあまり自信はない感じか。夏希ちゃんの感じていることわかります。その手の文章を見せるのって自信以上のものが必要なんですよ。まあそうね、それはあるかも。自分に向けられた書き物こそが真の書き物だから。そういったものを見せるときは読者に対して心を開いて自分の弱さを晒し、自分の心の最も深いところすら見せるつもりでいなければいけないのですよ。ユリも執筆の経験があるの？きっとユリが自分の作品を見せればいい見本になって、夏希が自分のを見せるときに気が楽になるんじゃないかしら。ユリちゃんも恥ずかしがってんね。どうやらユリも夏希と同じみたいだな。みんなのシーン読みたかったな。みんな少しの間黙り込んだ。オッケー、みんな一つ考えがあるわ。夏希とユリはいぶかしげにモニカを見た。家に帰って自分の詩を書きましょう。そして次に会うときにみんなお互いに見せ合いっこしましょう。そうすればみんな平等しよう。おー、いい案考えるけどめちゃくちゃ緊張するねそれ。イエーイ、やってみようよ。いいねさゆりちゃん。それと新入部員も入ったことだし、お互いをもっとよく知ったり絆を深めたりするいい機会になると思うわ。そうでしょ海男くん。モニカはまた温かく微笑んだ。ちょっと待ってくれ、一つ問題がある。え、何かしら？やっと俺が入部する話に戻ってきたところでずっと思っていたことをぶっきらぼうに口にする。俺入部するなんて一言も言ってないぞ。さゆりに説得されて寄っただけでまだ何も決めてない。まだ見学したい部活もあるし、あと話そうとしていたことが飛んでしまった。4人の女の子が絶望の眼差しでこっちを、本当だね。そんな顔でみんな見ないで。いや、そんな顔されるのもちょっとなんか燃えるけど。はい。でもごめんなさい、てっきり。はん、海男。みんな、俺はこの子たちには無力だ。
こんな状況で俺が冷静な判断を下せると思うか。こんな美女ね、4人が悲しんでたらね、いいよって言っちゃうよね。要するに、この子たちと毎日を過ごすために死を覚悟ことが必要だと言うなら、そうだな。よし、決めたよ。俺は文芸部に入部する。ちょろい、海男ちょろい。一人ずつ彼女たちの目が輝く。あー、いいね、いいね。ちょっと待って、こういう顔のみんな揃ってるのすっごいいい。特にモニカちゃんのこの表情いいね、めっちゃ。やったー、すっごく嬉しい。さよりは俺に腕を回し、ぴょんぴょんと飛び跳ねる。あー、かわいい。おい、本当にびっくりしたんですよ。本当にカップケーキのためにだけに来てたら超怒ってたんだからね。さあ、これで正式ね。ようこそ文芸部へ。ありがとう。よし、みんな、これにて今日の部活は終了ね。お疲れ様。みんな今日の宿題を忘れないでね。次回の部活で披露できるように詩を書いて持ってくること。モニカはもう一度こちらに視線を向けた。海男くんが自分をどう表現するのか楽しみにしているわ。かわいい。ああ、俺なんかの三流の文章力でクラスのスターだったモニカにいい印象を与えることなんてできるのだろうか。関係ない関係ない。もうね、自分で考えて書いた詩にこそ意味があるの。俺はすでに不安が湧き上がってくるのを感じていた。一方で女子たちはおしゃべりを続けていた。ユリとナツキは食べ物を片付けている。ねえ海男、どうせ今一緒なんだし一緒に帰らない？そうだ、さよりはいつも部活で学校に残っていたので、さよりと俺が一緒に帰ることはもうなかった。ああ、そうするか。やったー。お、帰っちゃうの？というわけで俺とさよりは部室を出て一緒に帰ることにした。道中俺は何度も4人の女の子のことを思い浮かべる。さより、夏希、ゆり、もちろん、そしてもちろんモニカ。何そしてもちろんって。俺は本当に放課後を文芸部で過ごして幸せになれるのだろうか。はい、ちょっとみんなのショットいただきます。あー、いいね、微笑んでて。ひょっとすると誰か一人と親密な関係になれるチャンスが訪れるかもしれない。よし、この状況をうまく利用して必ずや幸運を手にしてみせる。興奮って言いそうになった。やべえやつだ。その一歩は今夜俺が詩を書くことから始まるのだろう。詩を書こう。あなたのお気に入りの部員が好きそうな単語を選んでね。あなたの詩が一番好きだった人とは何かいいことが起こるかも。マジでそんなのあるの？はいはい、オッケー。いいよ。こんな感じなの？すっごい面白そうなところなんですけども、今回はね、じゃあここで終わろうと思います。いやー、めちゃめちゃに面白いね。なんかプロローグかな、最初の今終わったのは。だけど、こっからマジどうなっていくのかが全然わかんないんですけど、はい、めちゃくちゃ続き楽しみにしながら、またやっていこうと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価ボタンなどお願いします。では、またねー。